キートン、ここがお前の言うロンドン中華街一の店かよ。なんだかあんまりパッとしねえな。ま、食べてみればわかるさ。お待たせしました。案外いい店だったりして。食べてから家って言ってるだろ。これは何の料理だい？フカヒレのスープです。フカ？サメのことさ。試してみろよ。どうだい？不思議な味だ。なんというか、その日本ではまったりとかほんのりとか言うんだ。言葉がないってことは、それだけイギリスの食文化が遅れてるって言いたいんだろう。いや別に。しかしキートン、中国は料理もいいが女性も素敵だな。お前この前は女性は日本人に限るって言って。今度は何だい？あの、これ注文してないけど。いえ、それは主人が。その豚肉の唐揚げは私のおごりです。今日は私の特別な日なんです。いつもひいきにしてくれるキートンさんにも祝ってもらいたいんです。特別な日？はい。さあどうぞ召し上がってください。どれどれ。こりゃ、こりゃ美味しい。ここのはどれもうまいが、これは格別だ。あれ、でもこの味どこかで食べたことがあるぞ。どうなさいました？いえ、どうやったら肉がこんなに香ばしくなるんですか？それは企業秘密というやつです。しかしさすがキートンさんだ。細やかな味の違いがよくわかっている。それはあなたが半分日本人だからだ。その点イギリス人は絶望的だ。そんなことはありませんよ。イギリス人だってこの店のファンはいっぱいいるじゃありませんか。失礼言いすぎました。しかし料理人となると話は別です。イギリス人には本物の中国料理は作れません。ラジ、いつまで突っ立ってる。仕事をしろ、仕事を。はい。ラリー、なんだこれは。いつお前に料理していいと言った？僕はただ。何度言ったらわかるんだ。お前は皿を洗ってりゃいいんだ。ラディ、やめてお父さん。イギリス人だって中国料理の味がわかる人はいるわ。半人前の料理人をチヤホヤしているのがそのイギリス人だ。うちで働いていた中国人の若者だってイギリス人のスポンサーにそそのかされて半人前のくせに店を構えおった。でもラディは違うわ。真剣に中国料理を学ぼうとしているわ。孫麗、私がお前たちの仲を知らないと思っているのか。ラディ、出て行け。お父さん。お前はクビだ。どうだいキートン、今夜あたりまたあの中国料理店に行かないか。親父さんはちょっと偏屈だがね。いや、ちょっと味に厳しいだけさ。おいキートン。いや、ラディ君だったね。あなた方は先日店に。いいのかい。今自分は一番忙しい時間だろう。その人を父にクビにされたんです。キートンさん、お願いがあるんです。
その人の料理を食べてやってください。ソンベ、うまい。どれもこれもうまいよ。独学でこれだけの味を出せるんだ、ブラディ。君は素質十分だよ。ああ、君ならどこのお店だってやっていけるよ。しかし、なんでまたあんな汚い中国料理店にこだわって。あ、そうか、あそこには孫麗さんがいるからか。いや、その、僕はどうしても中国料理を作りたいんです。この人、香港で生まれたんです。父は香港総督府のコックでした。専門はフランス料理でしたが、子供の頃から僕は英国人学校の同級生より中国人の子供と馬が合いました。ある日、その友達の家で彼の母の料理をご馳走になり、衝撃でした。その味、その香り、今まで味わったどんなものより素晴らしかった。それからというもの、僕はその味の深さと広がりに惹かれ、いつか中国料理の料理人になろうと心に決めました。しかし、父はそんな僕の夢を許しませんでした。父は料理人はフランス料理のシェフ以外認めなかったのです。僕は家を出ました。僕はあの味を作れるようになりたいんです。香港で友達と食べたあの懐かしい味を。彼は言うんです。彼が香港で覚えた味を私の父が中華街で一番正しく伝えているって。要するに君はあの店に戻り、彼女の父親から料理を学びたいんだ。ええ、大丈夫、私たちに任せなさい。そんなことは朝飯前だ。あの親父さんにこの料理を食べさせりゃいいんだ。一発で見直すよな、キートン。でも、あの頑固者相手にどうやって。それを考えるのがお前の仕事だろうが。これには二人の仲もかかってるんだ。失敗は許されない。ラディ君の料理は確かに美味しい。でもこれだけでは不十分だ。頑固者をうならせるにはもう一つ決定打が必要だ。オン。孫麗さん、先日お父さんが私たちにご馳走してくれた日は何の記念日です？11月12日でしたね。さあ、父にとっては特別な日らしいのですが。さてと、晩飯は何にするかな。はい、平賀。おう、太一か。今ロンドンか。豚肉の唐揚げ。ああ、昔横浜の中華街の大正閣で食べたあれだな。何？作り方？そいつは無理な相談だ。あの時の料理人はとっくに亡くなっちまったし、今じゃ店もない。もしもし？もし？あれ、切れちまった。ああ、大正閣の豚肉の唐揚げか。大地名、あんな電話よこすから、なんだか無性にあれが食いたくなったな。ダメか。しかし、その日本のなんとかという店の味の秘訣を調べてどうしようってんだ。思い出したんだよ。僕が子供の頃、親父に連れられて行った横浜の中華街一と言われた店で食べた豚肉の唐揚げ、あれと同じだったんだ。お前、ラディにこの間と同じ味の唐揚げを作らせて親父を驚かせようと考えたんだな。ああ、でもそれも不可能になった。ねえ、おじいちゃん、いるの？ああ、ゆり子か。いいところに来た。これから横浜の中華街に行くぞ。横浜？
ああ、とびきりおいしい豚肉の唐揚げを探しにな。あれが孫麗さんから聞いた中華街の生き字引の長老人か。なんだい、大丈夫かよ。仙人みたいだぜ。ダニエルもどうだい。なんだ。アイデアが浮かばないときはこれがいいんだそうだ。星夏目は精神を安定させ脳の疲れを取る。今の状況にぴったりってわけか。あの老人から人連の店主の歴史を聞けば料理の秘訣を知る手がかりが得られるかもしれない。行くぞ。あのじいさん、自分の歴史さえ覚えてるかどうか怪しいぜ。ああ、人連のご主人をご存知ですか。ダメダメ、あんなまずい店は。わしなら人連を進めるぞ。それは何じゃ。ああ、どうぞどうぞ。星夏目か。昔甘い菓子なぞめったに食えなくて。キートン、無理だ、引き上げようぜ。お菓子といえばたまに人連に遊びに行ってな、あそこの3階に隠れてた孫文先生に手作りの菓子をもらったもんだ。孫文って、あの孫文が人連にいたんですか。孫文先生は料理好きでな、自己流の中国料理を人連の先々代の前で作っていたもんだな。もうちょっと夏目くれ。孫文って中国の革命家の。ああ、孫文は1866年に生まれ、ハワイや香港で洋式教育を受けた医師でもある。彼は1900年頃から清朝政府に対し蜂起を繰り返し、その間亡命と資金集めに何度か英国や日本に滞在したんだ。日英の中華の味をつなぐのは案外彼かもしれない。なまさか。ラディと孫麗さんを救うのも。まい。ああ、ユリコか。今どこからなんだ？元気かい？横浜？そう、横浜の中華街にいるの。デートなんかじゃないわよ。おじいちゃんと一緒。今ね、幻の大正閣の豚肉の唐揚げを食べているところ。なんだって？な？やっと探したんだけど、亡くなった大正閣のコックの息子さんがね、5年前に横浜に戻って中華料理店をやってたの。その人のお父さんに豚肉の唐揚げを教えたのは。そうか、孫文か。ダニエル、やっぱり孫文だ。それで隠し味は聞いてくれたかい？もちろんよ。ああ、おじいちゃんがね、今度帰るときスコッチの土産忘れるなって。それからね、もう一つ面白い話があるの。面白い話？なんだよ、面白い話って。ありがとうございます。キートンさん、今日はどんな日本料理がいただけるのか楽しみにしてきましたよ。先日のお礼ですから、どうぞ遠慮なさらずに。あ、孫麗。どうぞ。これはこの唐揚げを作ったのはラディですね。
見かけは同じだが、あいつに私と同じ味が出せるわけがない。せっかくだがキートンさん、私はこれで。中国は礼節の国と聞いています。今日は特別な日です。どうぞ箸をつけてください。まさかいくらキートンさんの入れ知恵があってもラディにこの味が出せるはずは。隠し味はウイスキー。肉の漬け汁にほんの少し入れるだけで肉がこんなにも香ばしくなるものなんですね。どうぞ。まさかこの月餅は。これだ。懐かしいこの香り、この甘さ。父が作ってくれたあの月餅だ。祖父伝来の我が家の月餅。しかし父は私に作り方を告げずに亡くなってしまった。あれから30年、何度かこの手で作ろうとして成し得なかったあの月餅が今ここにある。それは孫文が日本で作ったものです。孫文先生が。ええ、そしてこのロンドンでも。あなたは孫文先生とうちの店との縁を知っているんですか。この月餅も唐揚げも父が懇意にしていた日本の店に孫文の教え通りに伝わっていたんです。日本からの電話で月餅のことを聞き、もしやと思い長老陣に確認しました。昔孫文があなたの店で作ったこと。そうでしたか。しかしこの小豆の餡に練り込んであるのは何です。日本の干し柿です。干し柿。甘さは砂糖の 1.5 倍と言われています。柿は日中ともに古くからありましたが、あまり中国では食べませんよね。干し柿か。そうか。それで甘みは強いのにさっぱりしていて、しかもいい香りがしたんだ。さすが孫文先生だ。日本のものを中国の菓子に生かすとは。その秘宝が祖父から父へと伝えられていたんだな。材料の干し柿はこの日本料理店から入手しました。それを何度も小豆あんと練り合わせこの味に仕上げたのはラディ君です。ラディが。キートンさん、先日あなたにご馳走した11月12日ね、あの日は孫文先生の誕生日だったんですよ。孫文先生は祖父に言ったそうです。この味を守り育てよう。おいしいものに国境はない。やがて中国料理は世界に広がるとね。確かに中国料理は世界中に広がった。しかし本当の中国料理を食べさせる店は数えるほどしかない。世界中の人に本当の中国料理を食べてもらわなくちゃな。それにはお前なんかまだ半人前以下だ、ラディ。はい。これから明日の仕込みだ。人手不足なんだ。早く店に入れ。はい。それじゃあ中華街一の料理店ジンレンと孫麗さんとラディの未来に、そして孫文に。
探偵に必要とされているもの。証拠を見逃さない鋭い観察力、謎を解くための明晰な頭脳、犯人を取り押さえるための強靭な肉体。だが彼女はそれだけでは不十分だという。名探偵になるために不足しているもの、それは次回ご婦人たちの事件。